日本テレビホールディングスニッテレアックスオン Q 日本テレビビデオのハイビジョン SNG 中継者株式会社ニッテレアックスオンは日本テレビホールディングスの連結し会社でテレビ番組の企画制作インターネットホームページ及びコンテンツ制作を行う制作プロダクション略称はアックス ON 株式会社日本テレビビデオとして1970年2月10日に 設立された。2003年7月に日本テレビが CI の導入によって、日テレの制作クレジットを使用するようになってからは、日テレビデオという略称が使われるようになる。2007年4月のグループ会社再編に伴い、日本テレビエンタープライズ、NTV 映像センター、日本テレビアートとの吸収分割による重複業務の整理が行われ、 中間持ち株会社の日テレグループホールディングス参加で制作部門を集約し現社名となる。この際技術部門は新設された日テレテクニカルリソーシズイベント部門は日本テレビエンタープライズから社名変更した日テレイベンツへそれぞれ集約された。社名のアックスは日本テレビのコールサインであるジョークス TV に由来する。英文社名が日本テレビの略称。 ネヌ TV のつかない、アックス、ON インク、なのもこの通りアックスが日本テレビを意味するため、日本テレビやニトロとの協力体制により、日本テレビ系列の番組を多数制作するほか、NHK や TBS テレビ、テレビ、東京など、日本テレビ系列以外の番組制作も行っている。2012年10月には、放送持ち株、会社、 日本テレビホールディングスの発足に伴い、同社の子会社となっている。番組制作会社にしては珍しく、日テレジータスで自社の CM を放送している。2014年からは、特に海外へ視野を向けた、番組販売や海外での番組制作を積極的に行っている。2015年12月、本社を工事町から塩止めに移転。制作クレジットを表記する場合は、 基本的に日テレ系、それ以外を問わず、アクソンロゴか、プレーンテキストでの、アックス ON 表記のみである。他局関係の仕事でも、放送局の略称が表記されるプロダクションは他には、テレビ、東京系列のプロテックス等と多くない。元役員日本テレビ系列と、NHK、民放多角局のバラエティ番組、テレビドラマや映画の制作に用いて、 事業を行っている。不当時、現在放映中また継続中の番組、これから放映される番組。N、NTV 映像センターからいかん。E、日本テレビエンタープライズからいかん。V、日本テレビビデオからいかん。特に記述がない場合は日テレで放送。 バラエティ2007年4月1日から2009年12月31日2010年代2020年代クイズゲーム2007年4月1日から2009年12月31日2010年代音楽2007年4月1日から2009年12月31日2010年代 テレビドラマ2007年4月1日から2009年12月31日2010年代2020年代2007年4月1日から2009年12月31日2010年代バラエティ2007年4月1日から2009年12月31日2010年代ドラマ2010年代2020年代日本テレビ系列のスポーツ全般番組に用いて事業を行っている N、NTV 映像センターからいかん、V、日本テレビビデオからいかん。特に記述がない場合は日テレで放送。スポーツニューススポーツ、中継スポーツ関連番組日本テレビ系列と、日テレニュース24の報道、ニュース、情報、ミニ番組などを制作に用いて、事業を行っている。不当時、現在放映中また継続中の番組、これから放映される番組、 N、n t v 映像センターからいかん、V、日本テレビビデオからいかん、E、日本テレビエンタープライズからいかん。特に記述がない場合は日テレで放送。デイリーニュース報道番組選挙。特番報道特別番組 CM ビデオパッケージ。企業広告などの制作事業を行っている。2016年4月には、日テレグループの会社、ライフビデオ株式会社を統合し、個人、 団体、法人等の自分史 VP の制作も行っている。ありがとうございます。